はい、皆さんこんにちは。鍼灸師柔道整復師の柏内です。この動画のシリーズでは、誰でも簡単に小顔美肌になれるマッサージを紹介していきます。今回ご紹介するマッサージはくっきり二重マッサージになります。重たい一重になる原因としましては、遺伝的にこの二重のラインを形成する皮膚の部分と筋肉の癒着がない、または弱いというものと、目の周りの脂肪が多い、あとは皮膚のたるみや目の周りのむくみが強いことによって起こります。マッサージによるホームケアで、くっきりとした二重になる方もいらっしゃるので、適切なアプローチを私と一緒にやって、くっきりとした二重を作っていきましょう。まず一つ目のステップは、こちらの太陽と言われるツボで、目の周りを血流を良くする、一番大切なツボになっております。こちらのツボの部分、太陽を親指を使って、このように逆手にしていただいて、目の横のくぼみのところですね、ここに、しっかりと親指を当てます。爪を立てないように親指の腹を使ってくぼみのところに当てます。でそのままゆっくり3秒押していきましょう。1、2、3、はい、1、2、3、痛気持ちいいぐらいで1、2、3、はい、1、2、3、あと2回いきましょう。1、2、3、最後です。1、2、3、はい。で、続きましてステップ2はこの眼輪筋、目の周りぐるっと一周あるこの眼輪筋の周りをマッサージしていきます。指3本を使って、この眼下のくぼみの部分ですね、真ん中と、左右の部分に、骨をしっかりアプローチするような形で、そうですね、そちらに押していただいて、眼球を押さないようにしっかりと骨の部分をタッチします。でその状態であまり大きくこすらずに、ちょっと優しくですね、こう揺らすような形で、そうですね、そのまま、30秒ゆすり続けます。はい、じゃあ痛気持ちいいぐらい押したら、そのまま30秒いきましょうか。4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、バッチリですね。でそうしましたら、今度は下側の眼輪筋を、アプローチしていきますので、これも眼下骨の際の部分にしっかりと指を当てます。はい、優しく皮膚を押さえた状態で筋肉に対して、心地いいぐらい押します。で同様に30秒やっていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは、ステップ3ですね。ステップ3は親指と人差し指を眉間のところに持ってきます。でこの時に眉間の筋肉をしっかりとつまみます。で、二重のこちらのラインの部分ですね、二重のラインのくるところにしっかり指が当たるように、そこから、そうですね、つまんでいただいて、そのままつまんだ状態からまばたきをちょっとしっかりめに、30回繰り返していきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、バッチリです。はい、今回はくっきり二重マッサージをご紹介しました。お家での空いてる隙間時間などにぜひやってみてください。それではまた次回の動画で。